今日はね、見てこれ、中古車2台。今ね、この車、もう買えないんですよね。シビックタイプ R はイギリスで作ってまして、そのスウィンドン工場がもう閉鎖ということで、もう作っておりません。もう買えません。中古車がいくらで売ってんのっていうわけですよ。ほら、見てこれ。456万7千円。え？いくら？新車っていう感じですよね。ちなみにね、これ、前期モデルになるんですが、後期モデルで475万2000円でした。走行距離は約2万8000キロ走っております。で、こちら見てよ。これ前にもね、ちょっと動画で紹介したんですけど、487万8000円ですよ。っていうことは、475万よりも高くなってると。しかも前期なのに。っていうことなんですよね。やっぱりね、みんな買えなくなると急に欲しくなるっていう感じでね、値段が上がっちゃってるよ、申し訳ないっていう感じなんですが、この値段でも売れるんですよね。っていうかね、これ何キロ走ってる？これ。4500キロこれ。4500キロマジか。あ、それでこの値段なんやな。あ、ちょっとタイヤ見てみよう。あ、タイヤね。そうそう、これ重要ポイント。重要ポイント。タイヤの溝ポイント。これはね、高いタイヤ履いてるんでね。走行距離低走行はタイヤもほぼ新品みたいな。こっちも？あ、なるほど。これぐらいの差があるんか。やっぱこっちちょっと走り込んでるなという感じの、になります。やっぱり。特にね、このフロントがね、めっちゃ減っていくんで。やっぱその辺ちょっと中古車買った後のメンテナンスっていうのは多少必要になってきますよね。いやー、しかしリミテッド変えた方すごいラッキーだったなと思いますね。いや、本当にね、これ487万ってね。いや、ちょっともう手が出せない金額になってきましたよね。しかもこれ中古車なんですよ。いやー、でも新車がね、今欲しくても買えないんで、その辺がね、問題なんですよね。いや、新車で買えりゃ、中古でわざわざこんな値段で買わないですよね。しかも前期っていう。やっぱ400万前半で買いたかったよな。でもこれ456万なんですよね。ちょっと前にね、ちょっと私が1年ぐらい前に動画撮った時、このブルーのね、タイプ R の中古出たんですよ。それしかもね、低走行で、このホンダカーズさんの試乗車だったんですね。それが400万ですよ、当時。1年ぐらい前で。それがなんとね、今456万、しかも2万8000キロですよ。走ってて、この値段、ちょっと、えぐないこれ。でもね、ちょっと今かなりね、欲しいなっていう感じでね、今、舐め回しております。これ今日ちょっとね、マジで見積もり出してみようかなと思ってるんですよね。どう？あ、なんかこれなんかついちゃってるな。これ何これ。これはちょっと撮ってもらえるんかな？撮りたいな。VTEC ターボとかなんかいろいろステッカー貼っちゃってますよね。まあ、こんなん撮りゃいいと思うんですけど。あ、ほらほら、イギリスのね。これは後付けです。あ、こううまいこと揃ったな、これ。うまいこと。うまいこと揃ったな。いやー、すごいな、タイプ R。やっぱね、なんか雰囲気があるよな。パッと見、雰囲気のある車ってね、見た瞬間、わかりますよね。高速道路とかで、こう跳ねちゃうんですよね。小石がね。この辺とかね。うん、なさそう。チャンピオンホワイト、綺麗。いや、いろいろね、ちょっと今考えてるわけですよ。これ、黒もいいんですけどね。ここにほら、赤い。これも、これ後付けかな。これ後付けで、多分、純正パーツだったと思います。これ付けてるけども、黒もかっこいいんですけども、やっぱね、なんでしょう。やっぱシビックタイプ R の今回のこのほら、白黒コントラストっていうのが、やっぱ白が、
やっぱ際立って見えるかなと思いました。私もね、ホンダ E 買うときに、すごい悩んだんですよね、白黒。やっぱ黒の基本面積が結構大きいので、なんか、それが強調して見えるといいなと思って、白がいいかなと。はい、ではお邪魔します。いやー、すごいね。やっぱりね。やっぱこのシート A よ。この部分が、お尻ホールドしてくれるんですよ。太ももでね。やっぱホールディングがいいシートだと、カーブね、曲がった時に、体でね、抑えることができるんですよね。ああ、ひんやり。これ、チタンやったかな。多分チタンやったと思うけど。ああ、そうそう。やっぱこの入り方ね。これ、車体番号 FK8110097。なんかラベルがあるんですけど、これ R14374。これどっち ?14374 台目ってこと ?917 台目ってことこれ。で、問題が1個あるんですよね、これ。車検が、ほら、令和3年の8月。ということは今年の8月ですよ。ねえ。いろいろ考えますよね。実は、ででん、見積もりを取りました。これね、込み込み、もう答え言います。これ、4727865円です。いや、中古車で28000走ってんのに、マジかーって感じやけども、どうでしょうか。これがもっと、ね、将来的にどうなるかっていう話あるんですけど、フロアマットが46000円ね。これ新品で、実は見積もり入れてます。保証とか ETC のセットアップで、お金がかかってると。車検があとちょっと残ってるっていうので472万なんですよね。ですよね。で、あ、そうそう、これがついてるよね。新品で買うときはナビがついてないんで、品番が VXM185VFI って書いております。472万7000円ね。ふむふむ。そう考えると、いやー、さっきちょっとね、タイヤをね、見比べたんですけど、やっぱこのフロントのヘリがね、やっぱ気になるな。これ次の車検でひょっとしたら変えといた方がいいかもしれないですよね。ただ問題があるんですよ。このタイヤね、めっちゃ高くてね、1本10万ぐらいするんで、車ってだいたいね、タイヤが4本ついてるんですよね。だいたい車ってタイヤが4本ついてて、4本変えちゃうと40万マジかっていう感じなんですけど、そうなってきたら、470万に40万だから510万、計算合ってる、510万で、あとまあブレーキパッドもね、多分ね、2万7000キロでこのブレンボってなってくると変えといた方がいいような気もします。多分変えた方がいいんでしょうね。そうなるとまあプラス3万とか4万とかちょっとわかんないんですけど、まあそれぐらいになってくると、なんやかんやで515万ぐらいいきそうですね。510万か。そう考えると、リミテッド変えた人めっちゃ幸せやな。だってあれ、タイプ R のもう買えないですけど、550万ですからね、税込み、リミテッドエディション、黄色いやつね。いやー、そう考えるとこっちか。487万ね。車検が令和4年の10月ですから、来年の10月まであるんよ。走行距離がなんといっても4500キロですよ。で、タイヤの溝、これはまだまだいけます。なんやかんや足しても505万ぐらいで買えちゃうんか。こっちよりこっちのが安い、ひょっとして。車検後のこと考えると、ただ一個だけなんですよね、この黒っていうのがね、そこだけですよね。今後それがどう影響に出てくるか、この白黒の方がなんとなく価値が出そうな気もするけど、黒もね、どうなんでしょうね、そのボディカラーってね、今後の査定額に関してね。いやー、そんなこんなで悩みますが、ちょっとその前に、いやー、このホンダが誇る2リッターターボエンジン、いや、なんといってもね、このレブマッチシステムが、このホンダのね、すごいですよ、このシンクロして合わせてくれるっていうね、ものがついております。いや、すげえな、かっこええな。これ見ながらお酒飲めるわ。では試乗の方を締めようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。ホンダシビックタイプ R、 今
まあ試乗の方しております。いやちょっとねもうこれ踏んだ瞬間もう全然違うわ。いやこれはね本当にピュアスポーツカーですよね。いややっぱねこれ2リッターになるんですけども普通の2リッターと違いますよね。やっぱタイプ R 専用に作られたこの VTEC ターボエンジンということでね、いやもうこいつはねちょっと前期後期とかね多少差はあるんですけど、それはまあ後期みんな欲しいよ、欲しいけど、この前期でもねこのタイプ R 感っていうのはもうパないですね。ちょっとコンフォートモードで、これそうそうモード切り替えできんねん。今コンフォートで走ってます。あ、なんかいろいろ言うな俺。まあ、これちょっと今日も中古販売なんでその辺ぐるっと回って、すぐ戻りますけども、今やっぱ数メーター走っただけで本当にね、いや別物だなという感じがします。いやまあそんなこんなの中古車ではございますが、ちょっと直線の方踏んでみましょう。うわちょっとこれタイヤね、これちょっとこれぐらいの運転しちゃうとやっぱタイヤは変えた方がええかなっていう感じもするけど、ちょっと窓開けます。暑いうもう最後まで踏まれへん。でこれからやっぱあの電気自動車っていうのがねどんどん増えてくると思います。電気自動車とかハイブリッドカーね、まあその辺がまあ2030年半ばぐらいにはまあ主流になってくると、販売店でもそれがもうほぼほぼそういう売り方になってくるということなんですけど、やっぱねこのピュアなガソリンエンジンっていうのがもう末期になってきた感じなんですよね。まだ買えるとは思うんですけど、このシビックタイプ R ももう販売が終了してもう買えないっていう状態なので、やっぱねあの人気が殺到してるんですよね。最後の最後のこの内燃式の、しかもこのホンダがねあの磨き上げたこのタイプ R のエンジンが欲しいという方が結構多くてね、そういうことを考えるとこれは買っといた方がいいような気もする。本当に500万でも超えるか、タイヤ変えるとね。まあそんなに乗らない方でしたらどうかなと思うんですけど、まあ実際これ買っちゃうと乗っちゃいますよね、やっぱりね。やっぱタイヤはね命に関わるところなんで、どうでしょうか。っていうか今これシフトダウンした時かっけーレブマッチですよね。これシンクロ合わせてくれます。ほらこれなんかやっぱ運転が上手くなったなっていう感じしますね。特に峠とか走るとこの良さ感じます。はい、というわけで、シビックタイプ R めっちゃ悩んでおります。いやー本気でね今日ちょっと買うモードでちょっとレビューしてみたんですけど、やっぱリアルで行くと500万超えるんかっていうところですよね。タイヤとか買えなければこちらの車472万で買えます。なのでちょっと早めに問い合わせいただけたらなと思いますね。このチャンピオンシップホワイトがやっぱ人気ですよね。私もこれがいいなと思ってます、買うとしたら。ただあの黒のね低走行のあれはちょっとなかなかね出てこないと思いますよ。こういったね2万キロ3万キロ走ってる車は結構ね中古車でも出てくると思うんですけど、いやーあの低走行でタイヤがねもうほぼ新品の状態っていうのがねなかなかですよね。はい、というわけで、私悩んでおりますが、こちらの車あのお問い合わせはあの下の概要欄に貼ってます。ホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しておりますので、詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。ついでに私のチャンネルも、面白いと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。そしてグッドボタンも押していただけると、幸せでございます。よろしくお願いします。はい、というわけで今日は、ホンダシビックタイプ R の中古車を真剣に考えてみたでした。じゃあね、バーイ。